こんばんは、岩達です、えー。今日取り上げてみたいニュースはですね、こちらです。えー、21日に緊急事態宣言解除ということでですね、えー、これはですね、産経新聞の独自ということで、政府21日で緊急事態宣言解除へ1都3県というのはありました。で、これが、まあ、えー、産経新聞しか報じてないので、まあ、これがですね、間違いでなければ、いわゆる飛ばし記事でなければですね、21日に解除ということになります。が、 皆さんどう思われますかねまずちょっとこれ読んでみたいと思いますが、政府はですね、首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について、延長後の期限通り、21日までで解除する方向だ。再延長した理由だった病床の指標が改善傾向にあるためと、病床の指標をまあ理由にしてるわけですね。週明傾以降の感染状況を見極めた上で、18日にもコロナ対策本部を開いて決定すると。まあだから、ここで本部を開いて決定するんで、まだ決定ではないんですけれども、 まあおそらくその方向でいくだろうと。まあそういうことなんだろうと思いますね。どういうふうになってるかというとですね、内閣官房で、えー、どうなってるかというとですね、病床使用率が東京都がですね、30%から26%、埼玉県が41%から40%、千葉県が46%から42%、神奈川県が28%から26%、えー、いずれも緩やかながら改善傾向にあり、解除の目安であるステージ3の上限50%を切り、下限の20%に近づいているということなんですけどね。どうなん ですかね。この病床使用率だけで見たらね、えー、例えば、埼玉41が40になった。これってほとんど変わってないですよね。1%変わってるだけですよ。えー、まあ、千葉46から42と。まあ、これはね、低くなってることは、ま、いいことなんだろうというふうに思いますけれども、じゃあその1%のためにこの2週間本当に延長してたのかというような気もしなくもないですね。えー、政府高官は今のままなら大丈夫だ。として、えー、3度目の延長宣言は見送る考えを示すということですね。ところがですね、一方、 新規感染者数は下げ止まりで、横ばいから微増傾向、西村大臣に転じている。感染力が強いとされる変異種が全国的に広がりを見せており、主要駅や繁華街での人手増も懸念材料だということなんですね。関係閣僚の一人はですね、宣言はもう聞かない。早く、早く解除するしかないと。主要メンバーはですね、もう打つ手がないというふうに言ったと。 いうことで、どうなのかなというふうに思いますけど、このね、報道だけ見るとですね、なんかもう、ちょっと投げやりっていう感じがしますよね。要するに、もう打つ手がないと。だって、要するに42が41になったとかですね、そういうことでもう、他にやることないから緊急事態宣言を解除します。でもですね、私は緊急事態宣言っていうのはこれ解除していいというふうに思うんですけれども、果たしてですね、この、あの、2週間を延長したことにですね、 本当に意味があったのかどうかっていうことをですね、冷静に考えてみるべきだと私はむしろ思うんですね。でこれで、うん、良かったっていうならばですね、ずっと緊急事態宣言延長してた方がいいっていう議論だってあるわけですよね。とにかく緊急事態宣言だということで、一人でもですね、コロナの患者はいる限り緊急事態宣言を続くよと。 線路が続くよ、どこまでもと。緊急事態宣言続くよ、いつまでも、みたいなね。それで,できないこともないわけですけれども、それって本当に日本にとって良いことなのか、ということは冷静に考えなくちゃいけないだろう、というふうに思います。もちろんですね、それはコロナがですね、なくなってくれればいいというのはですね、それはもう全くその通りであって、そこに対してですね、何か、どの子の異論を挟む気はないんですよ。コロナがあった方がいいとかね、そんな、 馬鹿げた議論はないというふうに思います。ところがですね、世の中にはですね、まあ、いろんなものがあるわけですよね。例えば、殺人事件だってない方がいいに決まってますけど、ありますよ。で、火事だってない方がいいけど、ありますよね。で、それからコロナじゃなくたって交通事故で亡くなる方だっていらっしゃいますよね。でいろんな問題があってね、交通事故で、じゃあね、一人でも亡くなる方がいる限りですよ、車を運転するのやめよう。 っていうふうにはね、絶対ならないというふうに思うんですね。それはやっぱり全体的なバランスの中で見なくちゃいけない。もちろんですね、そうは言っても、その一人のね、方にとっては大きいですよ。だって自分のね、ご家族が亡くなった人にとってみれば、コロナで年間、あごめんなさい、1日にですね、100人亡くなるよりもですよ。それは自分で家族がですね、一人亡くなった方が悲しいと。これ人間の当たり前の差がですからね。そこについていちいち言うつもりはないけれども、政治っていうのは一人一人に寄り添うと同時にですね、全体的なバランスを見なくちゃいけないと。 あまあこれ非常に難しい。ある意味ではですね、ちょっと冷たいというふうに思われる部分もなくちゃいけない。えー、そういう分野なんですね。そうやって考えてみるとですね、このコロナっていうものをどこまでやっていくのか、そして日本経済っていうものをですね、どこまでですね、復興させていくのかということをですね、両方考えないといけないというふうに私は思っております。無責任な政党がありましてね、あの、名前は言いませんけれども、立憲民主党って言うんですけれども、ひどいですよね。ゼロコロナって言っといて、これはコロナがゼロになることではありませんって言ってる ですよ意味わかりますかゼ,ゼロコロナって言っといて、コロナがゼロになることではない。もう僕にはね、これは訳がわからないですよ。もうね、本当に試験で100点取れますって言ってですね、ただしい100点ではないと。もう訳がわからないと。な、何を言いたいんですかと。もう言葉だけでね、まさにね、本質が出てないですかね。要するに 人騙してないですかゼロコロナって言ったら普通ゼロになると思うじゃないですかいや、これはね、例えばインフルエンザゼロ宣言とかなんか言っといてね。でそれでインフルエンザをゼロ目指しませんってこと。えっと、じゃあなんでそのゼロとか言うのっていう話になりますよね。もうね、わけがわからないというふうに思いますけれども、まあそういうこと言っててもね、意味がないわけですね。だから現実的にはどうやってコロナを抑えながら、ね、一方で抑えますと、ということをやって、 で、そのもう一方において経済は復興させていくと。これ、昔からずっと私、一貫して言ってることなんですけど、それ両方やんなくちゃいけない。だから辛いところなんですよね。だけれども、このところですね、ずっと、このコロナの緊急事態宣言っていうのを出すことによって、コロナを抑えるという方向をね、ずっと進んでいたけれども、本当にですね、これは、緊急事態宣言が必要だったのかどうかっていうのはね、私は今ね、検証する必要はないと思いますよ。別に、今すぐできることじゃないかもしれない。だけれどもね、これは歴史の中で、やっぱりね、判断されなくちゃいけないことだと私は思いますね。 あの時に本当に緊急事態宣言っていうのはここまでやる必要あったんだろうかということはきちんとね検証しておく必要っていうのは私はあると思いますねも,もうゼロがいいんだっていうふうになったらね政治の責任っていうのは命を守ることなんだからとにかく経済なんかどうなったって構わないからゼロにするんだっていうねやり方突き進んでで日本の経済がボロボロになっていったらこれもう人はね生きてるとだけどもう生きていくためのですね経済がないという状態になったらこれ 死んでしまうのと同じことになりますからね。だからまあそういうところを無茶苦茶なことを言っている野党にはですね、まあこれ任せるわけいかないんですけれども、でもですね、本当に緊急事態宣言必要だったのか。で、もう一つですね、緊急事態宣言、ごめんなさい、必要だったのか。 と同時にね、もう一つは緊急事態宣言の延長が必要だったのかどうかですね。で、その時にね、私はどうして延長が必要だったのか検証する必要があるっていうのはですね、この問題があるからなんですね。小池都知事、またも主導権狙いかということで書いておきましたけれども、この小池都知事っていう人がですね、仮にいなければですね、あるいは小池都知事じゃなくてですね、他の都知事がですね、もっと実務的にパフォーマンスに走らない人だった場合、緊急事態宣言の延長をですね、ここまででやったんだろうかということをね、冷静に考えてみる必要があると思います。 そもそも緊急事態宣言だって。 小池都知事のパフォーマンスで始まったところがあるわけですよ。これを、あ、ごてごてに回るっていうふうに言われて、菅総理がですね。で、それ、最初はごてごてに回るって言われて、緊急事態宣言を出した。で、次、延長になると。言った時にどうやったかって言ったらですね、小池都知事は延長をね、しろというふうに言ってくるということで、だからさ、もう先走ってね、菅総理の方が延長してやったということでね。まるでね、コロナの対策っていうよりも、パフォーマンス合戦に見えるわけですよ。つまり、緑の狸をですね、どうやって封印するかっていう、 いうね、こういうなんか、魔術みたいなのも,、ね、ものになってるんじゃないのかなという気がしてですね、私はこれ本当にね、危惧してます。で、それがね、こちらなんですね。これも産経新聞です。これは昨日なんですけど、小池氏、コロナ対応主導権取り戻すか、自民幹部。 油断も隙もないということなんですね。ちょっと読んでみたいと思います。首都圏で再延長された新型コロナウイルスの緊急事態宣言は、期限まで14日で残り1週間。菅首相がですね、再延長を表明した際は、東京都の小池、えー、都知事がですね、独断で政府への再延長の要請を取りまとめようとして、首相に近い、えー、神奈川県の黒岩知事、千葉県の森田知事に阻止されたと。と ね。これポイントですよね。つまり、黒岩さんと千葉のですね、森田さんという二人の知事が、これは菅総理に近かった。だから小池さんを抑えたという。これね、もう完全にコロナ対策についてですね、堅実で懸命な何かをやるっていうよりも、コロナっていうものがですね、清掃のためのね、 あの、一つの、なんかもう道具というか、あの、おもちゃにされてる感じがしますよね。パフォーマンスどうやってやろうかっていうのを小池さんが考えてて、それを抑え込むんだということで、実際にコロナのために本当にその延長が必要なのか必要じゃないのかっていうことがですね、語られてないし、経済とコロナ対策っていうものを天秤にかけて本当に必要なのかっていうことをですね、なんか真面目に考えてるっていうよりも、小池都知事が私が目立ってやるっていうふうに言ったら、抑えますと言ってですね、これ抑えにかか というだけでねなんかねタヌキと姿のバカし合いみたいな感じになってしまってですねこれじゃダメだろうというふうに私は思いますねでもですねこれ結局ですね今後困ってくるのは森田知事はですね21日投開票の県知事選に出馬してないんですよね。こののの知知事事選の結果次第ではでではすすねね都県にまあ バランスが変わってくる可能性があるというふうに言われています。今ですね、知事選の中で有利だというふうに言われているのは千葉の市長だった熊谷市長ですよね。で、彼は自民党ではないんですね。まあ、まあ聞くところによるとですね、まあ千葉の時はですね、相当自民党とも仲良くやってると。最初はなんか民主党から出たけれども、あれよあれよという間に、まあ、自民党ともうまくやってると、ああ,まあいう話も側分しておりますけれども、でも今回も自民党は自民党の権利だったかな、の方が出てますよね。ということで、 ま、必ずしもですね、この菅総理とうまくいくかどうかはまだ分からないわけですよ。この熊谷知事が誕生した場合ですね。まだ分かりませんけど、でも最有力というふうに言われてますから。で、そうなってくるとですね、もしこの方がですね、菅さんと馬が合わない。で、小池さんと組んだ方がいいんじゃないかと。 いうふうになってくるとですね、またなんか、このコロナを利用してですね、このなんか揺さぶりをね、かけてくるという気がしてですね、ちょっと恐ろしいなという気がしてます。さらにですね、まあ、こんなことをね、言ってるんですね。5日午後の自民党本部幹事長室で二階幹事長と向き合った際にですね、えー、小池都知事はこんなこと言ってたみたいです。本当は幹事長と面会した後に延長欲しいって言おうと思ってたけど、首相に先に言われちゃってっていうふうに、 いつかに言ってたって言うんですね。首相に先に言われちゃって。ね、これ自分が先に言いたかったっていうことですよね。だからもう要するに、この、もう、悔しさが滲み出てるんですよね、ここでね。すごいことだと思いません、ね、本当に延長を望むんなら、別に、菅総理が先に延長してくれたんなら、延長するんだからいいじゃないですか。だけど、だからここで分かってくるのはですね、延長そのものが目的じゃないわけでしょ 自分が延長させたっていうのが大事なんですよ。彼女にとっては。だから、菅さんが延長させたじゃダメなんです。それだったら延長してくれない方がいいということなんですよね。私が、この私が延長させたんだというふうに言いたいということですよね。もうね、ちょっとね、これは私はもう、政局のため、まあ昔からそういうところはある方だと思ってるんですけれども、政局のために全てを利用すると。 ということでね。こういう疫病までですね、利用するっていうのは、私はこれやりすぎだというふうに思いますね。さらにですね、これに対してですね、こういう産経新聞が書いてます。与党最大の実力者の現地を取って、延長要請を首相に迫る腹積もりだったようだが、同日は日程が合わなかった。小池氏の言葉を聞き、二回氏を利用しようとする思惑に気づいた党幹部は、危ないところだった。油断も隙もない。と話す。油断も隙もない。危ないところだった。 もう今更何言ってるんだと。危ないでしょ、元から。もう油断も隙もないですよ、そりゃ。見りゃわかるじゃないですか。もうこれ、彼女の一連の行動を見ててくださいよ、ここのところのね。もうパフォーマンスに次ぐパフォーマンスですよ。でもね、私はここまでパフォーマンスに終始してね、中身が何にもないね、この都知事をですね、政治家をですね、国民が、都民がこれだけ支持してるってのはちょっと怖いなというふうに本当に思ってるんですよね。で、何かじゃあやったんですかっていう。 なんか7つの公約とかなんかありましたよね。何を実行したんですか実際に。都知事が、都知事選に出た時にですね、何を言ってたか、もう一度考えてみて、それをですね、どれぐらい実行したのかっていうのをね、冷静にね、調べてみたら、ほぼゼロですよね。で、そういう人がですね、堂々と大手を振ってパフォーマンスをし続けて、いや、もう小池さんはよく頑張ってる、というね、方が富に多いと。 いうのはね、これはやっぱりね、ポピュリズムの極みだと私は思いますね。で、再延長をめぐってはですね、で、まずですね、1都3県で西村大臣に延長要請をする三段だったと。しかし、黒岩森田良氏らが連絡を取り合ったことで、小池氏が他の知事も賛成していると事実とは異なる説明をしていたことが発覚した。事実とは異なる説明をしていたっていう言い方だとね、なんかまあ、あの、あれかもしれないけど、端的に言ったら、嘘で騙そうとしてたってことですよね。 要するに、あの人も賛成してるよと。この人も賛成してるよと。なんであなたは賛成しないのとで、違う人の名前を出して、こっちにはこっちにはっていうふうにやってるわけまあ、差術ですよね、これ、ある種はね。で、でも彼女自体はですね、これはですね、別にいいんだと。僕は書いてますよ。自身の対応について、普通のやり方を進めていたと開き直っており、新型コロナの感染状況が悪化すれば、小池氏が再び政府に圧力を加え、主導権を握る可能性もあるというふうに書いてるわけですね。で私は、この、なんていうのかな、 こっちの緊急事態宣言解除は、私はこれは個人的にはですね、いいんじゃないかなというふうに思ってます。解除した方がいいというふうに思います。で、こっちのですね、主導権を狙うと、こっちの方が問題だと思います。つまり、コロナの問題についてですね、冷静にこれを抑え込もうという議論ならばあ、それは結構だと思うんですけれども、そうじゃなくてパフォーマンスでですね、別に、 本当に2週間必要かどうかよりも、どっちの方が国民に受けが良くて、どっちの方が、なんかこう、自分が頑張ってるっていうふうに見えるかだけでですね、2週間やるんだということをですね、やって。で、小池さんがですね、もし仮にですね、2週間延長を要求して、菅総理がまた拒否したとしたらですね、命についての認識の重さが足りないとかね、またなんか大騒ぎするわけです。そうするとまた菅総理はですね、それでまあ支持率下がると。だからね、このコロナを利用してですね、 あの、人の支持率を下げて自分を上げるって、人を下げて自分を上げるっていうね、やり方はね、これ良くないというふうに私は思いますね。何よりも大事なのはコロナに対してですね、日本が、まずはその被害者というかですね、感染者を少なくして、で、それで日本の亡くなっていく方をですね、これを少なくすると。これ大事なことです。もちろん当たり前のことです。それと同時にですね、コロナがありながらもですね、経済っていうものはしっかりと、この日本経済っていうものを復興させていく とということですね非常に難しい二つであるけれども、両方やらなくちゃいけない。この両方やらなくちゃいけないときに、国内の政治家がですね、パフォーマンス合戦を、えー、繰り広げていけばダメだと。まあ、菅総理はパフォーマンスしてるというふうな気もしませんけれども、でも、パフォーマンスを抑えるために、もう、緊急事態宣言を先にやっちゃったとするならばですよ、これは、本当に合理的な判断としてやったっていうよりも、小池を 抑えるために、道具として使ってるっていうことになるから。まあ、それはもちろんどっちが悪いかっていうふうに言ったら、それ道具として利用しようとした小池都知事の方が私から見たら悪いんですよ。だけれども、それをですね、乗っちゃってると。で、乗らないと、今度はですね、マスメディアが寄ってたかってまた、この小池、小子都知事が今度頑張ってる、わっちょいわっちょいというふうにやり始めるわけですよね。だからそういうね、ーー上げたマスメディアの報道の仕方もやめるべきだし、あるいはですね、こうやってパフォーマンスをしている政治家をですね、持ち上げる、 日本国民、で、あるいはあ、東京都民、これはね、やっぱ反省した方がいいと思います。冷静にこのコロナという,うパンデミックという現象にね、向き合うときに、そういったバカみたいなポピュリズムはいらない。で、それはむしろ有害であるということをですね、きちんと認識すべきだというふうに思います。私はね、だからね、もう本当にね、立憲民主党とかね、国会を見るとね、あれと 赤い狐がいっぱいいるなという気がするんですよね。で、東京都を見ると今度緑の狸がいる。なんかね、このなんていうのかな、カップヌードルにね、どん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 犯されてるね、この日本の現実、皆さんどうお考えですか本当に。緑の狸と赤い狐ですよ。もう赤い狐も嫌だなというふうに思って、まあね、赤い度合いがどんどん真っ赤になっていくるでしょ。もうね、秋でもないのに真っ赤だな、真っ赤だなというふうになってるわけですよね。 これもやだなというふうに思ってねで長野辺りを見たらですねもう立憲民主は真っ赤だなみたいな感じになってるわけですよでそれで今度はですねこの緑を見たらですね今度はタヌキですよこれはもう本当にねいい加減にしてほしいというふうに思わざるを得ないですね21日に緊急事態宣言が解除されるかどうかまずこれ注目したいと思いますそして今後ですねこの緊急事態宣言を おもちゃにしないようにですね、都知事が自分の権力のための、それはやっぱり我々国民一人一人がですね、非常に厳しく見張っていく必要があるということを申し上げたいと思います。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 岩、はい、達です。えー、今日ですね、えー、お願いしたいのはですね、メンバーシップ、えー、ご登録のお願いです、えー。メンバーシップはですね、えー、いくつかの種類があるんですけれども、これご登録していただくと、チャンネルをサポートしていただけることになります。で、えー、マスター、グランドマスターの方はですね、えー、月に一遍、 えー、以上ですね、まあ、講演会を行って、えー、参りますので、その講演を、えー、無料で、えー、この YouTube で視聴いただくことが可能となります。えー、こと今月はですね、えー、先月はサッチャーさんについての講演会をやりましたけれども、今月は渋沢栄一についての講演をやる予定です。えー、ぜひですね、チャンネルのサポーター登録をですね、えー、よろしくお願いします。メンバーシップ、3つ種類ありますけれども、えーど、どのサポーターになっていただいてもありがたいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。